5月23日の月曜ですね。今日5月22の日曜かな。はい、はあ、じゃあちょっと今日もぼちぼち頑張ってやっていきますか。でまあなんかもう動画編集してても動画レノボの G500 を使っててこれですね。まあ領収書、まあ、整理してない領収書がいっぱいあるんだけど、でやっぱりレノボ G500 の 8GB でちょっとマザーボードがいかれ始めてるんで、そういうパソコンで動画編集してもフリーズしまってばっかりなんで、まあしょうがないということで頑張って、もうちょいこう簡略化した動画でいきたいと思います。今日の作業内容はまあここを片付けることですね。で、ここをぶち抜いたことによって通路をここにしようという感じですね。でちょうどここをもうちょいここぐらいまで通路してちょっとここの客室を削る感じです。でここはもともと書斎だったんですけど、ここを通路できることによってここをね壁で仕切って一室ここできることになったので、まあまずはここ片付けます。この木とかをね、でいらない物置とかはもうここには最後まで来ないであろうという、まあ一旦まだまだやらなきゃいけないことがあるんだけど、まあここら辺に、荷物とか、道具工具類は置いておいて、まあね、あそこを起点にしてリフォーム進めていきたいと思います。であとはここの材、まあ、マグロールを使い切ってしまいたいので、あまあここら辺も、なんとかあれっすね、できたらなというマグロールでやって、あそこの仏間ですね、元仏間も断熱していこうと思います。直で屋根裏とあの裏が鉄とかだから暑いし寒いんですね。はい、まあ、あとはちょっと昨日やりかけで高橋なくなったんですけど、マグロールをちょっとここにもうマグロールを買わない買えなくなっちゃったんで、金はもうこれ以上使わないということで、まあここに機密っすね。これ天井裏のベニヤがちょっとサイズ少なくてもう直で屋根裏とつながってるんで、まあ防湿防水シートみたいな感じでこの100円のロールのやつを使います。で、まあ、真っ黒欠けになる感じですね。はい、でそしたら今日はようやくこの台所行きますね。ここです。ここだけはちょっとマグロールで断熱していこうと思います。でここが一番クソ熱くてクソ熱いんで、ここもここが実は外気が直で入ってきますね。軒下の矢に開いた矢穴から風がピューって入ってくるんで、はい、頑張ります。まあ大体今日は屋根をなんとかやっていくっていう感じですね。はい、今日も作業です。今6時半ぐらいですね。5月15です。で結局ここね漆喰にするか、そのままクロス貼るかでめちゃくちゃに迷ってます、ね。まあ、このままクロスも持て余してもしょうがねえからクロスでいいかなって感じ。
まあ、多少デコボコしてもまあいいかって感じですね。多分漆喰使った方がよっぽど漆喰を食っちゃうからどうしようかなっていう感じ。はい、まあ、ここはウールの上からウールの毛が飛ばないようにあれっすね、アルミのシートですね。でまああとここら辺の材もちょっと片付けるんで、片付けるっていうかもう使っていくんで、材を使うことからちょっと始めますね。はい、で次がはい気密天井。そうですね、で一番の肝はまだ解決せず、このエアコンのこの窓ですね、ここが一番寒いんですよ。寒いっていうか普通にダイレクトに入ってくるんですよ、虫も風も。だからこれエアコン取っちまうかなって初めて今思ってるんですよね。クソ暑いけど、これから。はい、じゃあエアコン取ったら取ったでどこに置くかって感じなんですけど、どこどうしようかなって感じですね。まあ移動式の冷暖房のやつを買ってきて、ここの物件は窓さえ開けて、網戸買って窓さえ開けてればビュービュー風が抜けていくのでいらないかなって感じです。網戸がないとさすがに蜂がめちゃくちゃ入ってくるんで、絶対近くに蜂の巣があると思うんですよ、分家、分家っていうか本家が。だからそれだけ網戸さえ持ってくれればまあいいかなって感じですね。こんな感じで一番クソ暑く一番クソ寒い台所の天井をまあなんとかやっつけました。でこの台所にはちょっとラスボスがいて、本当のラスボスってこれなんです。まあこの間の動画でも言ったような気がするんだけど、ここからあの軒下の屋根の軒のところに穴が結構石膏ボードに開いてて、で今年あの風除室が崩壊した時にも結構穴開いたんですよ。であそこの穴と天井裏とかが全部ここには全てダイレクトにつながってるんですよ。だから風がビューって入ってくるんですね。だからこんな感じで塞いであるんですよ。で風が吹くとこれがねなびくんですよ、ピャーって。だから本当のこの家においての冷暖房のラスボスってここなんですよね、マジで。だから多分ここから外気と同じ冷気入ってきちゃうとダイレクトにここの水道が凍るっていう話なんで、まあ一応水道屋さんの話、水道屋さん曰くブレーカーを落として遠出をするっていうのはやめた方がいいって言われたんですよ。要はヒーターがつかないとそのまんま凍っちゃうから、まあ、もちろん水も止めて水落としをして出ていくんだけど、出ていくときは出ていくけど、まあ、水を止めたら止めたでまたさ、一時側、今はまだ一時側が詰まってんだけど、一時側が詰まっちゃうっていう、そういう管理的な問題もあるんだよね。まあ別に詰まっても詰まらなくてもどうでもいいよ。水道化が民営化にならない限りはまあいいかって感じ。だって俺、これだって、俺だって自由に生活する権利があるからね。なんかね、水道化の人に、なんか、ここ買ってから島田さんがまともに水使ってないからって言われてさ、ここの空き家を俺が買うまでと俺が買ってっからの2年間どっちが長いと思ってるのみたいな感じで結構契約になったんだけど、そういうこと言っていいかやつはいい感じなんですけど、まあ別に俺はそういう生活がしたいから、そう家を買いました。はい、うちはここまでにして今日の作業とディザルはこれでござる。まあちょっとあと夜もね、なんとか急ぎたいのは早く冷蔵庫を入れたいんで、床をマシマにして補強して冷蔵庫を置けるようになるようにして、床補強して、まあ、ふかし壁もちょっとやろうかなって感じです。で正直ふかし壁までは、正直ふかし壁に関しては、スタイルでやろうかなって感じで、まあ、発泡スチロールもあるので、
逆に床を発泡スチロールとこの黒のビニールを最初こうピャーって引いて、その上に発泡スチロールでいいかなって感じですね。なくなるまでそんな感じでやっていきます。一番ねここの部屋はね断熱すべきは天井と壁なので、あでも床も断熱は1枚も入ってないもんな。まあとりあえず使い切ってから考えます。